ンポン。鏡よ鏡、世界で一番可愛いのは私。自問自答、アホの練習に精が出るな。どこがアホですか。そういうとこやぞ。ね、その鏡はなんや。これは全てを見通す魔法の鏡。質問すれば何でも答えてくれますよ。へ、鏡よ鏡、世界で一番可愛いのは誰。よし。ゆず、おい、カラハラすんな。よしおかりほ。はあ、おしおかりほ、なんでですか。理由を言え、理由を。醜いな。だって胸でけえし。私欲じゃねえか。でも私は蓋を飛ばせますし。お前のアピールポイントはそこでええんか。もっと魅力的な部分をアピールしろ。やい、鏡。よっしゃ、やったれ。見よ、先生のこの美しいスレンダーライン。そしてこの可愛らしい顔。いや、だって君。えじゃん。はあ、待て待て、悪な悪な、落ち着けや。あれや、もっと範囲を狭くしてみたらどうや。ほら、先生の中で一番可愛いのはとか。むむ、じゃあ鏡よ鏡、世界で一番可愛いゆかりは。幅狭っ。これ、ふりかけに負けてて受ける。じゃあ一番美味しいのはこれ。なんで相手の土俵に上がったんだよ。一番アホなのはこれ。ははウケる。あかりちゃんも質問してみてはいかがですか。そうか、じゃあ鏡よ鏡、ゆかりちゃんの好きな人は。ちょーい、いや割と王道な質問やん。ピンポン。え、では参りましょう。待て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 、なんやお前。説明をしろや、説明を。私宇宙人なんですよ。へ、なので地球にいる人間たちをキャトローかと。やめてくんない。宇宙船も準備しましたし。今だっせ。さあ参りましょう。絶対嫌や。からのくっそ、こいつウザメの陽キャみたいな絡みをしてきやがる。キャトらせて。いやや、キャトちゃんってしばくぞ。もうなんでそこまで嫌がるんですか。嫌だって。キャトるって意味わかってんのか。キャトルミューティレーションは家畜の惨殺事件のことやぞ。今はさらうみたいな意味で使われることもあるけどな。うちはキャトルって聞くと宇宙人にさらわれていろいろ実験されるようなイメージを持つんや。くへへ、てめえこら。つまりどういうこと。アホな。だからキャトルって言うとさらわれて内臓を抜かれるようなイメージがあるって言っとるんや。なんでうちが惹かれてんの。宇宙人怖い。お前だよ。私キャトルのこと一緒にトイレ行こうぜの意味で使っていました。それもおかしいだろうが。じゃああかりちゃん一緒にトイレ行こう。最初からそう言えや。別にええで。ではです、どこ行くどこ行く。ピンポン。いや、最近はよくテレビで芸能人の不祥事が問題になりますね。ん、せやな。芸能人の浮気とか不倫とかよく見ますね。せやな。私修羅場に直面してみたいんですけど、いいですか。言い訳ねえだろ、ふざけんな。カフェに入ったら浮気現場にばったり出くわすシチューで行きましょう。おーい、じゃあ私今かのやりますね。来てこら、レッツアクション。もう好きにしろや。違うんだ。ゆかり、これにはわけが。あんた誰よ。うちは誰なんだよ。何、お前見知らぬ人に向かって急に声かけたの。ついついじゃねえわ、語れ。うちがゆかりちゃんの彼氏でええんやろ。うん、うん、いいよ。頬を赤く染めるんじゃねえ。違うんだ。ゆかり、これにはわけが。あかりさん、誰その女。違うんだ、聞いてくれ。この人はただの同僚で、仕事の話をしていただけなんだ。なるほど。ちょるの、アホかお前。ちょっとは疑えや。あかりさん、仕事の同僚って、あなたニートじゃないの。どこを疑っとんねん。浮気を疑えや。同僚なんて嘘よ。浮気してるんでしょ。してないわ。疑うなら証拠持ってこい。証拠なら、ここにあるでしょ。あってたまるか。あ、間違えた、こっちだ。そっちもおかしいだろうが。このスマホを見れば一目瞭然よ。いつの間に俺のスマホを。でも、そのスマホには最新の顔認証ロックをしてあるから、どう頑張っても開かねえよ。待て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 、何それ。投稿した10日のあかりちゃんの顔だけトリミングしたもの。やめろ。あ、何この通話履歴の山。クソ、バレたか。110番ばっか。もうそれ浮気相手に襲われてるよ。面白かったらチャンネル登録してな。